熊本地震の影響で休館していた阿蘇火山博物館が、平成28年11月1日から半年ぶりに仮オープンしました。この日は仮オープンを前に、岡田常務理事と池部館長が博物館のスタッフに訓示して半年ぶりに営業を始めました。オープンと同時に沖縄から阿蘇観光に来ていた観光客が訪れ、博物館の職員から説明を聞きながら館内の展示物を見学していました。阿蘇火山博物館は4月に発生した熊本地震で甚大な被害を受けて休館していましたが、展示物も元通りに修復できたため仮オープンとなったもので、仮のオープンとあって土産物売り場と喫茶コーナーはしばらく営業をしないということです。再開企画として阿蘇地域の地震の被害写真展や地震発生の仕組みを解説したパネル展も開かれています。またこの日は仮オープンを記念して草千里一帯を見て回る無料のジオツアーも行われ、観光客たちがジオガイドの案内で草千里の草原を散策していました。